私は舞台の合間にお買い物に行ったところを、その共演者の男性の方だったんですけど、うん、コンビニに買い出しに行ったところを撮られたことがあるんですけど、本当にコンビニに買い物に行った瞬間だけだったので、で私って一応アイドルなので、それでも結構、まあ、ファンの方は、まあ、ショックな方もいるじゃないですか、うんうん、私もめちゃくちゃ気をつけてたんですけど、まさかコンビニに行くところって、うんと思わなかったので、うん、それって2人で出かけてるっていう風にくくられちゃうんですか？みたいな感じで、でもなんか内容はそんなに悪くないというか感じだったんですけど、うん、やましいことないみたいな感じの書き方でしたけど、うん、じゃあ逆になくてもよかったかなっていう風な、うん、その記事見たけど、うん、そのそれがショックというか、なんかその買い物行ってるジャージがダサすぎたショックだそうなんですよ、すごいすごい、そう